はい、それでは中級です。1、2、3、まず歩きますということで、初級から上がってきましたか。今回はバラードです。なので詰まってるところはあるんですけど、ゆっくりとリズムを自分で落とし込んでいけるようにね、早く動かないように気をつけてください。あとはすごく指先綺麗な方がいいかなと思います。初級でもベース作ってたのをそのまま中級上級とつながっていきます。なので初級でやっていたところはサクサクと進んでいきますよ。まず早速足を止めます。体は横向きで1、2、3、4、1で拝んで手をずらします。2カウント目です。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、手は上から 1、2、3、4、5、6、7、8、右足をオープンして骨盤を回します。軽くオープン、その後左足もさらにオープンするので軽くです。その時に右胸を左手で右の方に触ります。 OK、 一気にきました。ここは初級でやってます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、骨盤は前から右を通します。初級でやってるので次に行きます。この後足を落とした状態2カウント目、1、2、3、4、5、6、7、8、手を拝んで下から潜って上です。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、いきましょう。1、2、3、4、5、潜ったら上に持っていきます。上に伸ばしている手を小指からなぞります。反対の手はホールドしてください。ここまでいきましょう。柔らかく1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、右手左手触ります。右手手のひらを上です。そのまま反対の手を合わせたらスライドしていきます。あくまでも前に手がある状態。ここまでラスト、いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、出して引っ張ります。歩きましょう。ということでここまで一つ合わせていきます。すぐ行きますからね。カウント3カウント目、骨盤足を落とします。2カウント目、上に OK、 そのままいきますね。今度は左足から3回ふわりふわりと上に出していきます。足を閉じてきたところから左足です。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、ここも初級でやってるのでサクサクと手を入れます。ふわりふわり上にふっ、右手が上、左手が下。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、足を閉じて右足。今度は手の甲が前です。体触っていきます。これも初級でやってます。いきましょう。ラスト、ふう、右足、足を直してね。そしたら後ろに軽くステップタッチ、縦4つです。足オープン、キャッチ。ここのカウントは初級でもやってるので曲に合わせてやってみましょう。はい、ここからいきます。せーの、待ってから触る、手入れます。体を触っていきます。キャッチ、よこ、指指指です。歩く。ここまでは初級もやってるので不安だったら何回も練習してみてください。この後です。中級の皆さん言うの忘れましたが、フロアあります。でもしゃがむだけです。まずはアーム、左手が上、
1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8です。初級でもやってます。いきましょう。4、3、右足を軽く引いてしゃがんでいきます。しゃがんだまま手の甲、そして右手で3回引っ張っていきますが、この時に立ち上がります。歩く、あと1回だけいくよ。ここフロア、1、2、3、4、5、6、7、8、4つ、右で OK。 さあその後ここから8カウント、サミの前で使っていきますが、少し前に出るね。詰まってます。今フロアやった時は左手が上でしたが、次は右手、1、2、ここも初級でやってます。触るだけでもいいですし、指先を沿わせるように使ってもいいです。カウントは早いです。どうなるかというと、1、2、3、4、もう一回いきましょう。1、2、3、4、さらに増えますよ。手はグーにして右下のお腹の方に置きます。もう一回いくね。4、3、2、頑張って、1、2、3、4、5、顎の下いくよ、1、2、3、4、5、6、お鼻の上、 OK、 増えてるよ、1、2、3、4、5、6、7、8、もう一回いきます、頑張れ、1、2、3、4、5、6、7、8、ここでつなげていきますね。タッ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 、後ろの方でいきました。OK、 サビに入ります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、踏んで戻って後ろです。ここベースは初級と一緒なんですが、横移動がカウント早いです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、行って戻ってきて後ろ、アームは初級と一緒です。ここはサビね、右手上ね、1、2、3、4、5、6、まずエルボー中に入れてゆるっふう、よろしいですか。最後はヤッホーの手、すぐ持ってきてもいいけど、ちょっと下から体を持ってくると楽ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、うったった、さらにうったった、顎も入ってます。ここは上級とそんなに差がないので、今中級頑張っていくよ。4、5、6、7、8、たたた、うったった、踏んで踏んで、足を今度はヤッホーの手から足を叩きます。叩いたら行こう、反対の手も叩いたら横に合わせて足を早めに上げます。パッ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 、ここまで来ましたよ、頑張って。右手で左足を叩く叩く、さらに行きます、ここから行きます、叩くよ、叩く叩く、パッパッ、進んでます。ここから行きます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、エルボー中入れて柔らかくパッパ、中から打ったった、ここ見えないんですが、手を頭の上組んだら指を折ります。小指からではなくて、小指からではなくて指を両方折ってます。1、2、3、もう終わるよ、もう終わるよ、たったうんたああ、あ、1、2、3、4、5、6、7、8、一気に入りました。右から3回行って上、両方右の方に両手を持っていきます。
終わり。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、歌った、はっはっはっぱ、柔らかく、うぱう、柔らかくいきます。 OK、 歩きましょう。で、中級からはここ全部やります。2番までやったら一度休憩が入るんですが、その後はここサビの頭から入ります。最後なんですけども、実はここパッパ、本当はこの後波ですよね。最後だけこの波がありませんで、1、2、3、4、5、6、7、8とこっちに持っていきます。実際は1、2、3、4、5、6、7、8ですよね。前の方に持っていってますが、最後だけは横に持っていって柔らかくオープンして終わりたいと思います。まあやればできます。ちなみにこの後の上級の話ですが、基本的にはこのままベースです。新しいフロアがあってちょこっとターンがあるぐらいです。なのでこの中級さえ乗り越えればみんなすぐ上級できるんで、まず初級中級段階から繰り返してやってみてください。指先が綺麗な余裕さ出してね。はい、それでは元気よくへゴー。